こんにちは、速稼塾のコブです。速稼塾ではね、語学もやっていこうかと思いますけども、私が選んだ語学シナ語ですね。皆さんがよく中国と言われている国の言葉ですけども、国際的に正確にはですね、これシナって呼ぶんですよ。チャイナって書くでしょ。日本人だけですよね、多分ね、中国なんて変な呼び方してるの。はい、速稼塾のシナ語講座、皆さんも興味がある方は一緒にやっていきましょう。これね、ちょっとここにあよいことが書いてますけども、まあ万が一ですよ、日本が侵略された時のためにも今から慣れておきましょうってことなんですよ。で、古来他国に併合された後、その国っていうのは占領後には通訳っていうのはね、二つの国から重宝されるんですよ。まあ日本がね、アメリカに進駐軍に占領された時でも、日本語と英語が喋れる方っていうのはいろんなところで重宝されて、まあ、給料もね、もらえたということがありますんで、やっぱりね、二カ国語ができることって有利なんですよ。じゃあ、シートの2枚目行きましょうか。今日は6枚のシートでやっていきます。まずはね、中国語の読み書きなんですけども、2種類の書き文字で漢字ってのは出ています。漢字とは読んで字のごとし、誇り高き漢民族の文字なんですよね。日本人にも親しみやすく慣れ親しんだ漢字でございますけども、私たちが使っているのは東洋漢字と呼ばれますよね。で、東洋漢字の元となる漢字ってのは、半字体っていうのがあるんですけども、もともとはこういった半字体で、漢字ってのは使われておりました。戦後2半では、この国のうち、この言語のうち1850種類を東洋漢字として、学校教育に取り入れたんですよね。その時に漢字を分かりやすいように略して取り入れました。そしてその後、1856年ですけども、台湾ですとか香港を除く地区では、漢字体、簡体字か。簡体字としてですね、さらに略して使ってるんですね。高速道路の標識によく漢字が出てきますけども、あそこにはこの簡体字ってものが用いられてるのかなと思います。次のシートいきます。はい、漢字の種類ですけども、東洋漢字、一番上にある日本の漢字ですよね。広い、楽しい、図、体、線とよく見慣れた漢字があります。そして繁体字というものが真ん中にある、まあ、中国古来の漢字ですよね。台湾とか香港では今でも使われております。いかがですか？ちょっと分かるような分かんないような感じがしますね。はい、それでは現在、一般的に使われているいわゆる漢字ですよね、漢民族の字体はどういう風になっているのか、簡体字を見ていきましょう。ご覧ください。広島の広っていうのはすでに、なんか真ん中の無ってやつがなくなっちゃってますね。楽しいっていう漢字もだいぶ略されていますしね。図工の図なんて漢字は逆に画数増えちゃってるじゃないかって感じがします。なんとなくでもわかりそうですよね。はい、次のシートいきます。小学生の時に覚える漢字ってのは大体日本では、戦後あると言われております。漢字がね。それで、シナの言葉っていうのは、だいたい小学生で5000語を覚えるんですよ。だから、5倍も覚えるんですよね。だから、幼い頃から圧倒的な学習力の差があるっていうふうに感じた方がいいです。我々の国の学習能力と、シナの言葉ね、シナの皆さんでは、このぐらいの差があるんですよ。まあ、ただしね、日本ではひらがなとカタカナってのもありますから、そう考えたら五分五分なのかなって気がしますけどね。じゃあ次のシートいきましょう。似ている漢字の一例をちょっと出してみました。上がね、日本の東洋漢字、下の方が大陸の漢字ですよね。大陸っていうとシナ本土になります。上下比べてみてください。なんか似てるような似てないような感じしますね。まあでもなんとなくわかりますよね。そうなんですよ、私たちはね、結構ね、筆談でやっていけるかもしれないなって思わせるぐらい、漢字ってのは身近なんですよ。じゃあ最後の1枚いきましょう。外国の地名や固有名詞、こういったものはどういうふうに表示するのっていう質問がまず来そうなんですけども、これね、基本的にはね、適当な漢字を当ててるんですよ。この漢字。こうですね。ですので、人によって表記が変わります。だからその、トランプっていうね、トランプさんって大統領言いましたけども、トランプっていうのはいろんな当て字をいろんな人が使うんで、一律になってないんですよ。ですので表記が変わりますから、人によってね、書き方が変わってきます。で、結構適当でしょ？うん。漢字のままに書くのが漢字という言い方もありますよね。
統一されるまでの間、いろんな表示方法に分かれるんですけども、まあ、いずれ統一されて、これにしましょうっていうふうなね、約束が出てきてくるんだろうなと思います。またですね、名詞の意味だけを参考にして、全く別の漢字を当てることもあるんですけども、下に一例を出しておきます。BMW っていう車のメーカーありますけど、あれはね、宝の馬っていうふうに書いて読むらしいです。で、ベンツは失踪するというね、なんかそんな感じですよね。いや、私もこれね、聞いた時にどう使えばいいのか未だにわかんないんですけども、うん。まあだから、日本でもね、オランダのことを漢字でね、オランダって書いたりね、ちょっと言葉じゃわかんないかもしれませんけども、アメリカのことを米って言いますよね。アメリカの米を、米って書くからですよ。で、イギリスのことを英語の A って書きますよね。だからあれも当て字だったんですよ。うん。だからああいう感覚で、シナ本土の方っていうのも、いわゆる横文字を無理やり漢字に当てはめたりとか、似たようなイメージの言葉にすり替えて使ってたんですよね。うん、なるほど。まあ今日はこのぐらいにしときましょうか。触りだけで終わりですけどもね、漢字に慣れ親しんでいきましょうということでございます。最終的にはね、なんか筆談ができるようなところまでいけばいいかなと思ってますけども、中国の言葉、ね、正確にはシナの言葉って言いますけども、ついついやっぱり私もね、中国って言っちゃいますね。なんか正確にはシナって言うらしいですけどね。はい。じゃあまあ今回は以上です。ありがとうございました。